今日もカプチーニャに相談が来てますのでよろしくお願いしますね。<れ>神奈川県20代7人さんからの相談です最近になって就職活動を本格的に始めたのですがどうして面接官ってあんなに偉そうなんですかちょっと大人だからってあんな偉そうにするのっていいんですかこのままだとどこかで面接官に飛びかかってしまいそうです。なんとか面接官の態度を良くさせる方法を教えてください。よろしくお願いします。 っていう相談なんだけど、えー、偉そう、うん、と言っておりますけれどもですね、えー、実際偉いんです <laughs> そうだよね、はい、選んでくれる立場の人だもんね、えー、就職活動しているあなたはこの時点で偉くないんですねそこを勘違いしちゃいけませんねん<ー>なるほどねいろいろあなたを否定してくるのはどこかがね、うん、おかしいからあるいは あなたを試してるからじゃないのかなと思いますね。なるほど、ねうん。それを、真摯にちゃんと受け止めるのか、否定するのか、うん、そのあたりを偉そうにして見てるんじゃないかなと思いますね。そこも含めて面接なのかもね。うん、そう。うん、つまり、もう、社会の試練が始まっていると。なるほど。思わなきゃいけませんね。ええー。いいでしょう。飛びかかるのも。 かみつくのもね肝を抜くのも、うん、その瞬間あなたは負けたことになりますうん、うん、偉そうな人間をギャフンと言わせる方が得策ですねうん、うん、そうした答えを持ってないというのも負ける要素かなとも思いますうーん、えー、あなたがですね向こうギャフンと言わせるのはあなたの技量ですからですねその辺を 偉そうと思う時点で、負けてるんですよ、うん。なるほどね。ちなみに、カプチーニャンは面接とか受けたことはあるの?。あります。おとある、ええー、キャットフードの。キャットフードの。うん、キャットフードの面接え。面接官の頭をかじって、その場で首です。<laughs> いろんな過去があるんだね。そうよ。ナナリーさんも頑張ってもらいたいね。そうです。<laughs> ありがとう、カプチーニャン。